なんだっけ？はい、オッケー。よし、こんばんはー。久しぶりに。なんか気持ちゆったりしてます。さあ、というわけで今日はたっぷり1時間半ですね。よろしく。お願いしまーす。ちょっと寝てたー。おはようございまーす。ではでは、参りましょう。お！なにこれ？アザラシ？アザラシ？アザ、似てないな。アザラシかな。はい、ではでは、アザラシ。そんなこと、いやー。参りましょう。はい、アザ、タムちゃん。サルじゃないよ、タムちゃん。あれ、ゴマちゃん。ゴマちゃんじゃない。
吐きたかった。二日酔いはちょっと大丈夫です。お酒昨日でもあの髪の毛をすっごい固めてたんですよ。ここでもうガッビガビでしたね、髪の毛で。あいさつやった。君に元気ですか。
からです。歩いて手をつないで
は結構そういうの多い気がする。次ですがいいんですね。あら、ありがとうございます。季節に喧嘩を打っていきます。はい、どうぞ。少しも寒くないですからね。にゃ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 。
Thank you.
まるまるでございます。私はグーを出しました。え、あの仕事行くよ。よいしょ、グーグーグー。あれ、アイコが多いですね。グー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 、アイコ多いな。よいしょ。さあ、というわけで皆様改めましてこんばんは。さあ、リクエストもたくさんいただいておりますけれどもね、9時までのピアノ配信になっております。まあ本当にここらうんとタイミングだと思ってね。自由じゃないわ。よいしょ。さあ、というわけで、アイコ違う違う違う、そっちじゃない、そっちじゃない。さあ、というわけで、後半もね、たくさんリクエスト受けたまっていきたいと思っておりますが、その前に今日はちょっとカノンタイム長めに撮りたいなと思っておりますので、じゃあここで一曲クラシックを入れて、その後長めにねカノンタイムいきたいと思います。髪長くないですか、すごくないですか。で、今日びっくりしたもんね、電車乗ってる時に、おー長いなーと思って、あそこで今日電車乗ったおけつ見えた、あれ。焦点はやりましたね。もう一番最初にやります、ね、さて、あ、そうね、ちょっとやった曲はねやらないようにしてるので、そこら辺ちょっとねご了承いただければと思います。はーい、以上。さあ、というわけで、ではでは一旦ここでクラシック入れさせていただきますね。まあ私もこうこの配信を通してね、でも皆様の皆様本当にたくさんの方にこう楽しんでいただければなと思う。あ、苦しくなる癖もありますけれども、まあ私が弾ける曲であればですけれどもね。
そう、以上。そうですね、できるだけこうたくさんの方に楽しんで、ここにいる皆さんに楽しんでいただければなと思っておりますので、私もそこらをね、心がけてやっていきたいと思っております。さあ、では今日のクラシックじゃ1曲目はここでゆっくりしたですね、ゆっくりと聴いていただければと思いますので、よし、今日月出てるかな。さあ、ではドビュッシーの作曲の月明かりでいきますかね。あと最後に1曲、クラシックもう1曲入れさせていただきますね。はーい、ではドビュッシー作曲の月明かりで。Thank you.
サングラスがサングラスが見えてるはい、というわけでドビュッシー作曲の月の光をお届けしました。寝たらいかん、寝たらいかん、いかんいかん、起きとる起きとるぬよはい、というわけでドビュッシー作曲の月の光、こちらはベルガマスク組曲っていう組曲の中の一曲なんですけども、月の光がね一番有名かなと思います。でもよかったな、オーケードーケーオッケー。そう、というわけでまた最後ね曲聴いていただければと思いますけれども、ここからはだって50分ぐらいまでですかね、皆様のリクエストにベベベベと答えていきたいと思います。よいしょよいしょ、ではでは参りましょう。カノンでーす、カノンから参ります。あ、ヘルメル最曲だよ、はい、くれれ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 
Thank you.
りか足りてるよ Thank you.
涙が出る。
な感じですか。しみじみ飲めば、しみじみ飲めば、しみじみと。あ、違う、ここしか分かんなかったわ。でしょ、しみじみ飲めばーんとかしか分かんなかった。そこ、これですかね、これですかね。
ください。毎日基本的には8時から9時ですかね、ピアノ配信やっております。モルガンハクロがチャームポイント、ピアノ機能、まなまること長橋まなです。ぜひぜひルームホロスでまた来ていただければと思います。リクエスト本当にたくさんいただくんですけど、まあタイミングとかもいろいろあります。あとはできるだけね、こうたくさんの方のリクエストに応えていければなと思っておりますので、皆さんで一緒に楽しんでいただければと思います。さあ、どうぞ、まさかのさあ、というわけで、じゃあ残りちょっとすごいな、時間がなくなっちゃったいいじゃん。というわけで、じゃあ最後に、クラシック1曲弾いて今日終わりにしたいと思います。今日9時できるんだいいじゃん、あと5分か、微妙な時間ですね。よいしょ。じゃあ今日はゆったりと、じゃあ甘い色の髪の乙女で終わりにしたいと思います。ドビュッシー作曲の方のね、甘い色の髪の乙女で終わりにしたいと思います。はーい、よし。クラギさんここにいるのがすごい気になるけどわけで、今日もたくさんありがとうございます。ビスキュー生色の髪の音ね、で終わりになりました。今日もたくさんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。
猿のため。ありがとうございました。おー、くじ、イエーイ。最近できなかったくじできました。ありがとうございます。さあ、というわけで皆様、今日もたくさんありがとうございました。イベント終わりでね、はい、ですけれども、久しぶりにゆっくりお聞きいただけましたでしょうか。本当にたくさんありがとうございます。昨日終わったあのイベントも、1位での、通過確定になりまして、はい、本当にたくさんの方に応援していただいてありがとうございます。楽しかったです。よかったです。ありがとうございます。変わらずね、はい、毎日こう楽しくみんなと一緒に楽しみながら、こう何か一つ一つ力を手に入れていけたらいいなと思っております。力を手に入れるでいいのかな。本当にね、一つ一つ、一日一日、多分起こることがね、毎回違うので毎日いろいろなハプニングが起こりますのでね、はい、一つ一つを私も経験として強くなっていきたいと思います。少々時間でした。イエーイイエーイイエーイ。はい、遊び水かわいいでしょ。はい、なのでまたね、今日が7月ですけれども、はい、また楽しんで皆さん一緒に頑張っていければなと思います。ふぅ、怒らないよ。私平和主義だからさ、ラブ&ピース、イエーイイエーイ。それが伸びしろですね。はい、で、ツイッターの方とかにね、またいろいろ載せるかと思いますけれどもね、はい、スケジュールなどもそちらの方で、はい、確かめいただければと思います。アザラシ、ちょっとブシャイクだな。これからジム行きます行きます今日は。ねえ、そうちょっと今日私お休みだったので、一応お休みだったので、はい、まんじゅう持ってるの、まんじゅう怖い、そういうことだよね。なんか一応、あ、ごめんなさいね、ちょっとね、9時までしかピアノが弾けないんですよ。今9時2分、すいませんね、9時以降にピアノ弾けたら家を追い出されちゃうんです、すいません、また明日。そう、明日、そうなの、9時以降にピアノ弾くとね、ちょっとね、家を追い出されちゃうのでね、はい。ちょっとそれ以降弾くのはちょっと難しいですけれどもね、はい。あ、そうちょっと聞いてよみんな、今日は。そうだからちょっと天気も良かったしね、いろいろ散策をしてきまして、はい、私はね、あるもの手に入れてきたんですよ。よいしょ、ジャンプしてくる。ぐねってないよね、本当に怖かったんだから。ボーンってなった時ね。よいしょ、ちょっと聞いてよ。そう、2個手に入れてきたものがあって、まず一つはですよ、こちら、ブックオフに行ったんですよ。ブックオフっていうか、ハードオフに行って、そう、なんと、この、レゴブロック、ちっちゃいやつ。これ、でも、何が作れるかわからないんだけど、あ、値段貼ってある、恥ずかしい。そう、なんかこう、ぬいぐるみを作ってからね、なんかこう、自分、なんか何かを作りたい意欲に駆られて、ちょっと。これ何が作れるか分かんないんだけど、何かできるかなと思ってこれ買ってきました。はい。何が作れるか分かんないの。そう、とりあえず土台とこのピースだけいっぱいあるから、そう、分かんない、何ができるか分かんないけど、何も作れるってことですよね、これね。これちっちゃい、めっちゃちっちゃいの、1個のピースとかも入ってて、そう、お写真も作れるかな。チアナゴにするにちょっと白のパーツが足りないですかね。すごいし、いや、これ絶対面白いと思ってちょっと買ってきちゃったのと、これはもう本屋さんに行ったんですけど、今日本屋さんに行って見つけちゃったんですよ。もうこれは私買わないといけないと思って、じゃーん、深海生物大図鑑。いや、もうこれビビッときて、もうこれもうすぐレジ持ってっちゃったよね。もうすぐレジ持ってっちゃった。かわいい、これもうね、もうこんな買うしかないですよ、買うしかないと思って、そう、もうこれはちょっとワクワクしちゃって一人で楽しみたいと思います。いや、もう本当にね、こうやってちゃんと1ページ1ページ強烈ですよ、あれ。いや、もう本当にもうね、いい。あ、ダイオウイカ、ダイオウイカいますよ、います。そう、深海魚好きなの、大好きなの。
大オイカです、はい。もういやもうこれはもう買わないといけない。これちょっと一人で夜な夜な見て楽しみたいと思います。いやダイオグソクムシいるかな。あ、いやエビみたいなのいた。よいしょ、いないかな。ダイオグソクムシちゃんはちょっと、わーすごい気持ち悪い、気持ち悪いのいっぱいいる。ダイオグ作品作品、よいしょ、うわ気持ち悪いのいっぱいいるだー、いるいっぱいいるなー。お、よいしょ、やつばっかり乗ってる。そう実写じゃない、あ実写もいますよ、見る、結構やばいよ、よいしょ、結構やばいな、ちょっと遠くから見せね、結構やばいから。ネクラじゃないわ。ふのような見て。そう、実写も載ってますよ。メガマウスとかは。そう、かわいい。これは周囲で見て楽しみたいと思います。クソかもしれないの。おえエビみたいなのはね、いた。エビ、これはダイオグソクムシじゃなくて、そう。あ、メンダコちゃんもいますよ、メンダコちゃんも。メンダコちゃんはなんか、あれで見たんだよね。チラッと見たときに、いたんだよね。メンダコは、あ、これかな、これ違うな。コウモリダコさん。よいしょ。あれメンダコ、あ、いた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 、メンダコ。あら、かわいい。メンダコ、メンダコちゃんですね。はーい。はい。藤原さんって結構聞いてた、確かに。かわいい、めんどくかわいいですよね、うん、かわいい、これ実写実写、のちみに引っ越すまさかのよいしょ、先行生物だらけ、やだやだやだ、かわいい、めんどくね、そうこれはかわいいので、ちょっとあの表紙がだいぶね、あの半端ないんですけど、これちょっとビビッときちゃったんで買いました。さあ、というわけで、はい、あ、そういうことで、間違え、あ、でガオさんが、え、かわいいでしょ。さあ、というわけでですね、ピアノ配信は明日も8時から9時で、はい、やりたいと思いますので、あ、そう、明日は8時から9時ですね。はい、よろしくお願いします。マックを挑みか、あれあれあれ食える、あ、深海魚はね、あんまり食べれないらしいですよ。なんか、ドゥルドゥルしてるんだって。そう。で、まあ、ね、今日は一日お休みを、はい、まるまるいただきましたので、明日からまた通常モードに戻って、はい、行きたいと思います。一応、多分、まだ連絡来てないんですけど、今週の金曜日が、イベントの最終審査になると思いますので、はい、またちょっと、時間あったら事務所に行って、マネージャーさんと打ち合わせしつつ、準備していきたいと思います。はい、しっかりいただいたね、ステージなので、自分の、できることをね、しっかりアピールしていきたいと思います。はい、明日もお仕事休みです、イエーイ。私は火曜日から始まりなので仕事はね、はい、なので明日の配信はいつも通り8時夜、あ、夜じゃないわ、朝の7時40分から8時の20分間の朝のおはようございます配信と、ピアノ配信がまた8時から9時で、夜の配信をね、ちょっといろいろ考えたんですけど、やっぱジムに通い始めて、本当に30分走ってる、本当に30分走ってるだけなんですけど、ちょっとイベント中はね、このピアノ配信の後に時間があったから行けたんですけど、ちょっとさすがに、仕事終わって、このピアノ配信が終わって、10時からのダイソンまでにちょっと行くのは難しいと思って、なので、あ、今日はダイソンなしです、今日は。なのでちょっとお試しでちょっとまたみんなの状況を見ながら、私の体の状況を見ながらですけど、ちょっとダイソンを10時半からにちょっとしてみようかなと思ってます。はい、ちょっとせっかく始めて、せっかくね行けるようになったので、ちょっとピアノ配信終わってもそのまますぐジム行って走って、10時半からダイソン枠、走りながらダイソンは走りながらダイソン、もう汗かいてんのにもうびしゃびしゃですわ。はい、ちょっとそれでもし固定しそうなら、固定できそうなら、そのまま10時半から11時半の1時間で、これから先も続けていかせていただければなと思います。はい、まあ、ちょっと次の日の仕事とかにも多分そんなに影響は私はないと思うので、はい、まあでも1時間はねちょっと取って、
やらないとダイソンで終わっちゃうか。そう、ちょっと周りの方へのね、あの影響を考えて。よさらこんばんは。あら、こんばんは。マイケさん卒業イベントは、マイケさん卒業イベントは今日は一人で行います。えそんな感じで、なんで朝の配信はいつも通り、朝配信を7時40分から8時、トピアの配信を8時から9時で、8時ね、20時から21時と、ダイソンを22時30分から23時30分で、はい、行きたいと思います。そう、ダイソータイム多い。新しいメンバー増えてる？増えてないんです、これずっといたんです。よいしょ。水木橋は俺88入れなかったからな。はい、というわけで今日はちょっとね、私もこの後ジムに行って、そのまま寝ます。また明日からね、しっかりペース保ってまた一から頑張りたいと思います。ひこまろは作る。そうですね、またちょっと本当にイベント中はもう駆け足での配信だったので、それはそれで面白かったですけどね。慌ただしいのもうわーって感じで面白いかと思うんですけど、まあ数日間なのか数ヶ月なのか分かんないですけどもね、ちょっとゆっくりと楽しんでいければだと思います。11時からだとね、そうだね、お仕事の方もいらっしゃいますしね。はい、一応そうだね、10時半だと私もカツカツカツといけるのでいいかなと思って。はい、ジムで寝る？違うよ、お風呂入って寝るだよ。さあ、というわけでたくさんありがとうございます。なるほど、そうだった、そう、私のね、このね、ヌンダルマさんがね、いないんですよね。そう、私のラインナップの中に YouTube 見て、あ、本当にちょっとでしたけど、本当に一瞬二瞬ぐらいでしたけど映ってましたね。ありがとうございます。さあ、というわけでまたね、皆様にお知らせできる何かがあればお知らせさせていただければと思います。今日じゃ一人ダイソーンで終わりにしますね。さあ、たくさんありがとうございます。初めましての方もね、ありがとうございます。なんか深海魚の話とかさせてすいません。では皆様も、はい、ゆっくりお休みくださいませ。今日は、明日はいつも通りですね。明日からお仕事の方、明日もお休みの方いらっしゃると思いますけれども、ゆっくり休みいただいて、また明日から1週間頑張りましょう。今日からかな。さあ、というわけで、ではでは、私はちょっと走ってきます。今日も頑張って。ありがとうございます。というわけで、カウントだ、これ大変なんだよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15,14、無理だー。10,9,8,7,6,5,4,3、もう全然できない、もう寝に1いっぱいある。0。というわけで、皆様今日はこの後お休みなさいなので、また明日にござりまする。たくさんありがとうございます。またねー。